17年の8月には、ね、預かり金に4億円と穴が開いたと。どうもコンサルチャンネル横山直です。今回ですね、過払い金の CM で有名な弁護士法人東京ミネルヴァのですね、破産の闇がやばいと。なぜ CM で有名な法律事務所が食い物にされてですね、51億円もの負債で破産したのか、マレーシアよりですね、詳しく解説していきたいなと思っております。でこの動画ですね、最後まで見ていただきますと、 CM で有名な法律事務所がですね、なぜ破産したのか、もう本当の理由ということが分かりますし、原因は何だったのか、どうすればよかったのか、分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで聞いてみていただければなと思います。今回そもそもですね、資本を必要としないであろう弁護士法人が51億円もの負債を負ってですね、なんで破産するのかということなんですが、消費者金融のですね、会社へのその過払い金の返還のですね、請求を仕掛けてですね、その積極的なテレビ CM などを行っていたですね、弁護士法人の東京ミネルヴァ法律事務所がですね、これが6月24日東京地裁からですね、破産手続きの開始決定を受けてですね、破産したと。このことについてはですね、以前の YouTube の中でも説明したんですが、この破産にはですね、かなり深い闇があったということが分かったと。じゃどんなことがあったのかということなんですが、その弁護士法人ですね、東京ミネルヴァ法律事務所、51億円余り負債を負ってですね、破産決定となったわけなんですが、弁護士法人では過去最大の倒産と。じゃあなんでそのですね、51億円もの負債をですね、負ったのかということが、注目されているわけですね。弁護士事務所なので、そんなに大きな負債があるのがおかしいんじゃないかと。 CM をたくさん打ってたとかっていうのもあるけど、そんなに CM 打つのかみたいなところもあったわけですね。このですね、破産の背景にはですね、その依頼者にですね、支払われるべき過払い金ですね、で少なくともこれが30億円がですね、弁護士法人を、実質的に支配するですね、広告会社に流用されていたと。これどういうことかというとですね、消費者金融の会社にですね、過払い金ということで払いすぎたですね、お金をですね、戻してくださいという弁護をするわけですね。でそれによって1人10万円とか、1人30万円とか、そういった金額がですね、戻されるわけなんですが、それを1回受けるわけですね。例えばその過払い金として戻される30万円っていうのは、当然依頼主に返すべき30万円なわけですね。そこから手数料とか弁護士費用かかって戻すというところで、30万円だったら例えば10万円で20万円戻すみたいなことをやってたわけなんですが、その30万円も使ってしまっていたということですね。少なくともですね、30億円が使われてしまっていたということがあって、これもう弁護士にあるまじき不祥事じゃないかということですね。こういったことが分かったわけです。過払い金がですね、仮に1人当たりですね、30万円とするとですね、被害はですね、30億円ということで1万人の規模に及ぶんじゃないかということなんですが、実際これ被害者2万人に達する可能性があるということを言われているわけですね。ですからそういったところで2万人以上の人がですね、依頼をしたけどお金が戻ってこないと、可能性があるという話になってるんですね。今回の倒産劇のですね、その黒幕ともいえる広告会社がですね、あることが分かったと。これ作った人はどういう人かということで、消費者金融のですね、大手の竹富士でですね、札幌支店長まで務めた人物が設立した広告会社と。資料のですね、広告解禁を受けて創業した資料専門の広告代理店と。そもそも資料専門ということなんですけど、この過払い金のブームということで、過払い金がたくさんあってですね、判例が出たわけですね。過払い金に関しては返礼しないといけないという話になっているわけなんですが、同社がですね、弁護士などの相談を取り次ぐサイトということで、法律の窓口というのを作ってですね、過払い金のブームに乗って、業績を伸ばしたわけなんですね。経営がですね、苦しい弁護士事務所に近づいていってですね、その過払い金のですね、顧客を集めるための広告プランを作って、それで広告を出していくということをやったりとかですね、事業専門のですね、総合アウトソーサーということで、事務員やですね、相談員を派遣する会社ですね、を作って事務員の派遣をやったりとか、経理業務とかを含めて事務所の運営もですね、事実上任せることになるということですね。っていう、そういった広告代理店であったりとかですね、事業専門の総合のアウトソーサーとしてのその派遣事務所を作るということで、それによって弁護士事務所を後ろから操るというか、そういったことをやっていたということなんですね。でそのですね、東京ミネルヴァの事務所関係者の話によるとですが、東京ミネルヴァの場合ですね、オフィスをはじめ、通信回線とかサーバーとか事務所のロゴの商標権など、何から何までですね、そのいいねで借りていたということで、もうそのために赤字が累積していたと。昨年3月末の時点で債務超過31億8100万円に達していたと。でこのですね、事務所関係者の話によると、東京ミネルヴァがですね、返還前の過払い金、その預かり金にも手をつけ始めたのはかなり前のことだということで、その3代目のですね、代表に就任した川島弁護士がですね、17年の8月にはですね、預かり金に4億円の穴が開いていたということで、4億円ほどですね、使ってしまっていたということですね。返さないといけない預かり金に手をつけたと。で顧客の預かり金に手をつけるのはですね、業務上の横領に該当するということなんですが、業務上横領を実際にやってしまっていたと。本来ですね、消費者金融から過払い金が入金される預かり口座を用意してですね、やんないといけないというところがあるんですが、その預かり口座とですね、その事務所の運営経費っていうのが
まあ、分別管理当然する必要があるわけなんですが、それもできてなかったんじゃないかと。でそこからこの預かり金も含めたお金がですね、まあ、いろんな費用としてですね30億円という金額が流れていたと。ですからまあこの流れとしては弁護士法人がですね、弁護士法人という肩書きを使って過払い金のある人たちをですね食い物にして、でそこからですね広告会社がですねその弁護士法人を食い物にしているというような形で、まあ、その後ろで操っているようなですね広告会社というところがあったんじゃないかということで話になっているということですね。流れを見るとですねその50億以上のですね負債を抱えたっていうのも納得いくわけなんですが、 CM 代だけではなかったわけですね。いろんな費用をですね広告代理店という形であったりとかアウトソース先ということでいろんな費用としてお金を出させるという形を取っていたと。多重債務者を推測するようなそのターゲティング、まあ、その人に対して広告を出していく、多重の債務者とか過払い金の債務者に対するターゲティングっていうこと自体はですね広告業界でもタブーになったわけなんですが、もともとですね多重債務者の名簿がですね、まあ、竹藤の支店長ということもありますんで、そこから持ち出されたという可能性も今回あると。もしそうだったとするとかなり闇が深いというところなんですね。ですからまあ今回その竹藤であったりとか、まあ、そういった消費者金融のところで過払い金が発生したと。でその過払い金をした人たちに対してまた請求することによって弁護士事務所がやっていくと、まあ、それをまた食い物にするような広告業界、それも実際の竹藤の元支店長がそういった広告業界を作って全部後ろ側から吸い上げていたというような形になったと。かなりもう闇深いよねという話になっているわけです。で広告業界にとってですね消費者金融と過払い金請求の弁護士事務所っていうのはですねこの15年ほどですね、まあ、すごく大きなお客さんだったわけです。ですからメディアとかテレビとか見ててもですね、電車とか乗っても分かると思いますけど、消費者金融の広告っていうのはすごく多いわけですね。消費者金融の広告っていうのがですね広告費としてもすごく使われてますし、それに対して過払い金請求の、まあ、ミネルヴァのような CM を打つと、そうすると広告業界にとってはですねすごく大きなお客さんなわけですね。そうすると、まあ、テレビとかですねいろんなメディアではですねマスメディアっていうのは広告によって成り立ってますんで、広告主のですねマイナスになることってあんまり言わないですよね。ですからこのメディアが当初からその突っ込んだ報道しないということ実際起きてるわけなんですけど、このあたりっていうのもまた闇が深いんじゃないかと。まあ、結論としてはですね、まあ、事業に限らずですが、まあ、どの事業であってもですねこの集客とかっていうところはもう他社に依存すると本当にもう食い物にされてしまうということがあります。ですからまあ広告会社とか代理店とかですねその販売会社とかもそうなんですが、集客とか、まあ、ビジネスの根幹を誰かに握られてしまうということになると本当に言いなりにならないといけないと。で本当にビジネスをやるんだったらですね自分で集客できるようにそういったマーケティングとか学ぶ必要がありますし、そういったところをしっかりとやっていく必要があると。でそうしないとですねやっぱり食い物にされてしまうわけなんですね。今回でいうと消費者金融からですね過払い金というところがあってすごくチャンスだということで副代理店を作って、まあ、いろんな代理業をやっていくような形になって30億円以上を実際の過払い金の請求で戻ってきた金額にも手をつけてですね50億以上の負債になっていると、まあ、本当に大きな闇というのが分かってきたわけですね。ですからこういったところに対してじゃあこれから弁護士業というのはもう信頼によって成り立っているようなところがあるわけなんですが、信頼されないみたいなところになってきてしまうわけなんで、これからじゃあどうしていくかというところが今回の問題としてあるということですね。まあ、それにまたメディアが関係してくると、ぜひちょっとまたですね注目してみておいていただければなと思います。それではですね今回の動画いかがだったでしょうか。一言でも良いのですねコメントいただけると嬉しいです。あといいのであったりとかですね高評価いただけると嬉しいです。あとですねぜひチャンネル登録もお願いします。すでにですね、まあ、2万人以上がですねチャンネル登録してくれていますんで、ぜひですねチャンネル登録もお願いします。でチャンネル登録していただいたらですね隣のベルマークを押していただくとですね新着通知が届くようになりますんで、見逃さないようにするためにもですねチャンネル登録と隣のベルマークを押しておいていただければなと思います。で僕自身はですねマレーシアのクアラルンプールでインターネットのマーケティングとかウェブのマーケティングの会社をやっていて、200名以上がですね参加するその YCS というコンサルティングコミュニティを主催させていただいています。コミュニティのですね詳細については概要欄に記載がしてありますんで、ぜひですね興味がある方、まあ、経営者の方で企業家の方チェックしてみていただければなと思います。あとインターネット集客についてのですねプレゼントもさせていただいてますんで、ぜひ下を見ていただいて LINE 登録もしておいていただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。